マニラ湾の入り口に難航フラクと伝えられた鉄の島コレヒドール。昭和17年5月7日、モロクモ追油。バターン半島攻略後、コレヒドール要塞に逃げ込んだ米非連合軍を悠々睨んでいたワー軍は、敵が頼む鉄壁の陣にまず正確無比な爆撃を加える。 時政に端午の節句5月5日、勇み勇ん強行上陸部隊はノース海峡を一斉に突破。火を吐く火炎放射器を抱えて敵の統治下目がけて肉薄する。決死亡国の一念あるのみ。よもや 上陸はできまいとひたすら堅陣を頼みにした米非連合軍は、猛烈果敢な上陸作戦の前にまず最大の要衝マリンタヒルを失い投降者相次ぐ。たまりかねた米非軍司令官ウェンライトは5月6日夕刻、八旗を掲げてバターン半島株価弁に至り、最高指揮官本間将軍に会見を求む。 痩せ細り、さすがに憔悴の色大井型的敵将は、しかもなおこの会見において全米東亜軍の降伏を免れんと図る。されば和法猶予すべきにあらず、翌7日にかけて再度の猛攻を開始。午前8時、敵前上陸以来近々32時間をもって、 不甲斐なくも率先投降し来たるウェンライトをはじめ敵の捕虜約1万2500。このコレヒドール攻略に至るまでバターン半島をはじめフィリピン艦艇作戦に尊き御身をもって御参加あらせられた東国の宮森広王殿下には、 荘園なお消えやらぬ5月8日、道東に御上陸。敵陣地を5視察あらせられました。かつてアメリカ・スペイン戦争の直後、アギナルド将軍が3年猶予にわたってアメリカに必要な抵抗を試みたといわれる天然の要害に加えて、鋭意力を尽くした近代的陣地構築は、眼前に見る14インチの巨砲は無論のこと、おびただしい鹵獲品の山に武装され、 まこと鉄の島の名をアトールにふさわしく、陣中向きの行軍ならずして、誰かこの攻略を望み得たでありましょうか。 地下にはさながら一つの町があり、我が通爆を恐れたアメリカ兵がここに潜み、かしこにおののき、 まあ砲撃に傷ついた身をもまた養っていたのでありました。戦士に不滅の大戦果を挙げて、かねてこの時あるまでは、マニラにいらずと黙々第一線にあった本間最高指揮官は、5月9日、打ち降る日照沖の波に迎えられ、 首都マニラに感激の入場をいたしました。マニラ湾に今ぞ敵へます。
アメリカの野望をみじんに打ち砕いて、フィリピン建設は本格化するに至ったのであります。